YouTube に動画を上げています。よろしくお願いします。お願いします。 ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、俺らそこまで行くことはできないんですそうだね、だいぶ好きだから。そう、でもまだ毎日20時に動画を上げてる。そうなんですよ。ぜひチェックしてみてください。 YouTube でね見れるので、はい、なんていうのセカンドチャンネルとかね。急にいや、なんかこの際チャンネル登録者数増やしたいなと思って。皆さん大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。いつも足りながってるといいですね。柵がないんだからもっと前に来ても全然ね大丈夫なんですけど、どうしましたか？もう一回やりますか？やりましょう。もう一回いきますか？やりましょう。埋まらない溝みたいなね、わかりますか？若い T ですね。今は22です。何年生なんですか？4年生。秘密なんですか？調布の大ホールで、あのとでかいところ、1500人キャパでライブやから、みんな遊びに来てくれ。めっちゃでかいっすね。素晴らしいですよ、これ。なかったでしょ、みたいな。あと僕マイクもらっていいっすずっとみんな思ってたことだと思ってたすいません。今日のライブはどうでしたか？めちゃくちゃ一発目緊張するんですか？いやー、人手失敗かいあ、そういうタイプ意外とあんなことする人が裏でも大声出してましたからね。うらあの人ですよね熱しやすく冷めやすい典型的なパターンの人が間違っちゃったのかと思って。すぐクールだ。ちょっとしっかり答えよう。しっかり答えよう。1個に1個について長く。いや、俺らのものつまり何だ？それについて質問があるから、おしゃれになりたいんですけどもっていう質問がある。質問ってか相談があるんだけど、これですね。これですね。だからこれあのボランティア先の、うん、で流行ってる。流行ってんだ。流行ってるっていうか、まあじゃあ俺ら流行を輸入してる感じか。逆流的な。そうだね。新しいって。うん。なんていうのこれ。これジーパン。ジーパンじゃないの。ジーパンなめんなお前。なんだっけ、ジジババパンツみたいな。日本語ゴリゴリで。本当にそんな感じなんだって。あれ関係者各位の方へ。なんかそんな感じなの。いやもう。流行ってんだ。たくさんの方が。彼氏がどんどん痩せ細っていきます、どうすればいいですか？なるほどね。難しいこと聞くね。彼氏がどんどん痩せ細っていきますどういうこと？今いや本当に心配だよそうだね。いやもしお出かけとかじゃなくて、ガチの相談だったら俺らふざけたことないですけど、医者とかに言う質問痩せ細っていきますで、でもこの人のアイコンがミスタービーンなんで、あ、じゃあふざけてんだこいつ後輩にポテトヘッドがいます。どういうこと？いや、わかんないけど後輩にポテトヘッドがいますっていうのを着てて、あの俺読まなかったの。で意味わかんないから2回目送られてきた。なんで俺送ってんぞ。絶対来ないと俺が送った。あれ届いてないのかなっていうのでやってた。あ、ごめん3回目来てたわ。3回目来た。絶対おかしい。読んだじゃん、もう読んだのに来たから、それ違うじゃん。読んだヘッドがいて困ってたって、後輩に。絶対来るやん。いないでしょ、しかも。いや、わかんないけど、まあ、多分すぐ、どういう後輩なんだろうね。すぐボロボロに壊れちゃうな。誰？